高岡先生は現在、京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻の教授で、先生の主な研究テーマは環境工学、特に、廃棄物の再資源化、処理、処分、管理についてです。それでは高岡先生、よろしくお願いします。ただいまご紹介いたしました。都市環境学専攻の高岡と申します。で、今日は、この廃棄物からエネルギーを回収しようという題名で、ちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。で、本日のお話しする内容は、大きく、3つに分かれておりまして、こちらでしょう。廃棄物の現状をまずちょっと知ってもらいたいということで、廃棄物の問題について、まあ、少しお話をしたいというふうに思います。それからそこからエネルギーを回収しましょうという話をしているわけですから、まあ、エネルギーの現状も、これは皆さん最近すごく、注目されているところですから、もう皆さんもよくよく、新聞なんかで知っているかもしれませんが、少し、まあ、おさらいをしたいというふうに思います。それからこの、まあ、原発の事故があって、エネルギーの問題が、まあ、沸騰していて、でも少し、まあ、忘れ去られているというか、最近逆にちょっと前はかなりこう無礼度が冷えたというかですね、いう問題としては、この地球温暖化問題、これはもう本当にエネルギーと裏腹の問題ですから、まあ、この辺りも少し、お話をさせていただきたいというふうに思います。で、それからいいですか、ちっちゃい。それから、まあ、廃棄物のからのエネルギー回収ということで、これは、まあ、今日のメインのお話ですけれども、まあ、どうやって、廃棄物からエネルギーを回収していくか。で、その時も、個別に、まあ、あるエネルギーの回収装置があって、まあ、それを高めていくというような方法。それから、まあ、それではやはりちょっと限界があるので、まあ、この我々住んでいる社会の、まあ、システムの中で、まあ、どういうふうに捉えていくか、どういうところとこれから連携を取ってやっていくのがいいのかというような話をしたいというふうに思います。で、私は、まあ、工学部にもちろん属してて、どちらかというと、いわゆる皆さんが文系、理系と言われる中では、まあ、理系ではありますが、このやはり環境工学という分野は、まあ、かなりこう社会科学の側面もあって、まあ、そういうところも皆さん、まあ、興味を持ってもらいたい。ですから、ここでは全ての勉強が、まあ、もちろん重要ですけれども、まあ、理科も社会も、勉強してもらいたいというふうに思います。ではまず最初ですが、廃棄物とはということで、これは皆さん、まあ、なんとなく分かっていますが、一応、まあ、環境省、まあ、国が定義しているのは定義、それから、下はちょっと英語で書いてますが、バーゼルコンベンションというのは、一つはこれは国際的な有害廃棄物を取り締まる条約であるんですが、この中で定義されている定義をちょっと書かせてもらっています。環境省、まあ、旧厚生労働省の時の、まあ、定義としては、占有者が自ら利用し、また他人に有償で売却することができないために不要になったものというふうに定義されています。まあ、要は皆さん、いろんな製品を今も、使っています。皆さん服も着てますし、ペンも使ってるし、いろんなものを使ってますが、まあ、これらが皆さんもいらなくなったら、まあ、これは廃棄物になるというようなことになります。で、これはもう、あとは有償では売却できないというようなものが廃棄物です。で、海外のその国際的な条約なんかではどういうふうに定義されているかというと、Substances or Objects which are disposed of というのは廃棄するという意味です。廃棄処分するというものです。だから処分される何かもの、あるいは or intended to be disposed of、 これから、まあ、しようとするもの、もう捨てようとするものですね。それから required to be disposed of、 だから捨てることが、まあ、要求されても、もういらなくなったものというものが廃棄物というふうに、定義がされています。まあ、廃棄物はただ、皆さん今例えば着てる服なんかもそうですし、持ってるものもそうですし、もともとは製品で、あったものです。ですから、いろんな、まあ、もともとは価値があったもの、これをうまく利用していこうということになります。ですので、まずは日本の全体的な物質のフロー、日本にどれだけものが入ってきて、
どれだけ物を作ってあるいはエネルギー消費してどれだけ廃棄物が入って廃棄物が出てでそれが回っているかというものを示したのがこちらの図です。これは環境白書で示されています。まあ、現在、まあ、平成20年とそれから平成2年というものをここでは示しています。まず注目してもらいたいのが、平成2年大体、まあ、今から20年ぐらい前ですね。日本の中には総物質投入量としてこれ変な単位になっています。100万トンとなっていますが、だから23億5000万トンぐらい入ってきて、この上のなんか絵に書いてあるような車とかビルとか、まあ、いろんなものを作ったり、あるいは、例えば石油とか石炭とか、まあ、そういうものはエネルギーとして消費するもの、まあ、そういうものに使ったということになります。でそこから、やはり廃棄物が発生してきて、これが大体、6億トンぐらい発生してきている。でそれが、まあ、ぐるりと循環利用して回っているものが1億7500万トンぐらいであったというのが、大体20年前ぐらいの姿でありました。で今、まあ、約20年経った後どうなっているかといいますと、総投入の物質投入量が17億、かなり減らすことができているということです。これは皆さんいろんな循環型社会をとか言ってリサイクルしましょうとかいろんなことを節約し、長く使うあるいはもう一回使う、いろんなことを回してきたおかげで、どんどんこれが減ってきたということになります。これも非常に喜ばしい、状況になります。それから、まあ、廃棄物としては実はそれほど、まあ、少し減ってますけれどもそれほど減っていません。ただ、ここで注目してほしいのは循環利用量は、かなり、伸びているということになっています。ですから、投入される天然資源の量がもともとからするとだいぶ減っているということが言えます。それからもう一つ、廃棄物の観点から注目してもらいたいのはここで書いている最終処分といわれる量です。これが20年前は1億トンぐらいありましたが、もう現在ではその4分の1まで減っています。まあ、日本はもともと狭い国ですからできるだけ、こうやって最後に処分するものを減らしましょうということをやってますが、まあ、これがかなり功を奏してきているというようなことで、まあ、皆さんの、普段の活動というものが、こういうものにきっちりと反映されているということになります。でもう少し、詳しく廃棄物の部分を見てみましょうということです。でここでは廃棄物と言われるものを実はこの上でもう少しかっこいい名前というでしょうか、まあ、循環資源というような名前で呼んでいます。まあ、廃棄物と言われるとなんかまあきれいじゃない汚いもののように聞こえるかもしれませんが、これはやがてもう一回資源になるという意味では、まあ、循環資源として使っていきましょうというような意味を込めて、循環資源という名前を、付けています。でこの廃棄物の中にどんなもので構成されているかというものを見ますと、大体5割をちょっと超えるものがバイオマスといわれるいわゆる生物系のものです。ここにちょっと薄くて申し訳ありませんが書いてあるように家畜の糞尿であるとか、ここ仲介って書いてありますが、これは皆さんの家庭から出る台所のゴミであるとか食物のゴミ、木くず、古紙なんかが生物系の、ゴミになります。それから建設廃棄物に代表されるような瓦礫とか燃え殻とかコンクリート、そういうものがこの非鉄金属鉱物系の資源ということになります。まあ、この2つで大体日本の 90% の、廃棄物を占めることになっています。まあ、その他は金属、それから化石系と書いてあるのはこれはプラスチックが、これは 3% になります。まあ、そこから、まあ、4割、これ 6億ぐらいからですね、2億4000ですから、大体4割、まあ、ちょっと超えるぐらいが、リサイクルされているということになっています。で最終処分が、この2200万トンになっているというのが、現在のこの循環資源のプロットです。まあ、これらよりこれからまだこのリサイクルを、推進し、それからもう一つここに書いてあるリユースですね。皆さんももうご存知かもしれませんが、はじめに廃棄物はできるだけ発生を減らしましょう、リデュースしましょう、からリユースしましょう、もう一回使うものを使いましょう、それからもうどうしようもないやつはもう一回リサイクルしましょう、
というような 3R ということが言われてますが、まだまだ実はこのリユースという側面がまだまだですので、ここを強化していきましょう。発生を抑制するとともにリユースを強化していきましょうというような状況にあります。これは、ちょっと京都市の廃棄物の発生量の変遷を、見たものです。もう少し先ほどのものは皆さん日本全体のものですから、まあ、少しあまりピンと来なかったかもしれませんが、京都市での皆さんの家庭から出るゴミをちょっと見てみたら、こういうような推移になっています。今日はまあ京都市の在住の方は、それほど多くはないかもしれませんが、まあ、ちょっと見ていただきますと現在がだいたい57万トンレベルというようなレベルです。100年前は1万トンということですから、日本の国が発展するとともにどんどんゴミは増えていく。特に高度成長といわれる時代にかなりのゴミが発生するというような時代を迎えました。ゴミというのは経済活動ととても密接につながってますから、実は一旦上がった後ここで下がっています。これは何が起こったかというと、オイルショックが起こって、経済が停滞し、廃棄物も下がってきたということを示しています。まあ、その後、日本はまた順調に経済が進展していって、それでまたこれは大量生産、大量消費、大量廃棄が、始まったということになります。ただまあこういうことをこれから見直さないといけない、よりこれから減量し、リサイクリングをしていかなければならないということで、実は平成12年というところで循環型社会の法律が決められました。まあ、そこからいろんな施策がどん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 打たれていって、現在ではどん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 また下がっていくというようなことになっています。まあ、これが現在の京都市の一般廃棄物、皆さんの家庭から出るゴミの組成になっています。まあ、一番大きいのは台所ゴミというのが、まあ、大体 40% ぐらいを占める。それから紙でプラスチックいうもので、あとはその他、まあ、ちょっと少ないものになります。こういうようなゴミの組成ですが、京都市がどん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 下げてきたのは、一つはやはりゴミを分けてきっちりリサイクルできるものは分けましょうということで、木材、廃木材を分けて、それから、プラスチックを分けて、これも容器包装ですが分けてというようなことをやりました。まあ、それとともに、1リッター1円というような、ゴミの袋を指定して、そういうことでゴミの発生を抑制します。どうしてもお金がかかるとなると皆さん、できるだけまあなんて言うんでしょう、こうゴミを出さないようにしようというようなことが起きますので、ゴミがこういうことで減ってきたということになります。まあ、だいたい今までが廃棄物問題のちょっとおさらいというところになります。で、ここからは少しエネルギーの話をしたいと思います。まあ、これが日本の一次エネルギーの供給推移というものです。今とても電力の話がクローズアップされていますが、ここではまずここで示しているのは一次エネルギーということですから、他の自動車の燃料なんかに使われる分も入っています。ですので、一番多く使っているもの、供給されているものが、実はこのところから見てもらうと石油、それから石炭、それから天然ガス、そして原子力で、水力、新エネルギーということになっています。ここまでが、化石燃料ですから、まあ、原子力、それから水力、地熱といったものが非化石と言われる部分になっています。まだまだこれを見ると日本は化石燃料にかなり、頼っているというようなことがわかります。まあ、そういうことからこれからどんどん再生可能エネルギーを導入していきましょうということで、これは資源エネルギー庁から今の実績とともに目標が示されています。資源エネルギー庁が出している一応2005年の実績は、日本はまあ再生可能エネルギー、この大部分は水力でありますが 8.4% を占めているということを言われています。で、2020年の目標というのはそれを 20% までにしましょうというようなことが考えられます。特に主力のエネルギーソースとしては太陽光発電、あるいは太陽熱を利用しよう、それからバイオマスを利用しようというようなことが言われています。それからよく進んでいると思われている、いわゆるヨーロッパ EU を見てみると、 EU も実は、同じような土俵で計算をしてみると、実績は 8.5、 日本とほとんど変わりません。です
で目標も同じ20であります。 EU って言ってもヨーロッパ全体ですから、いろんな国でいろんなバランスがあります。例えば、ドイツですと、まあ、現在 5.8、まあ、これは今2012年ですともっともっと伸びているわけですけれども、その当時は 5.8 という数字であります。それからイギリスはもっと少ないということになります。まあ、ここでは示していませんが、あのヨーロッパの北の方の国、スウェーデンであるとかフィンランドであるとかデンマークといったような国は実はもっともっとこの再生可能エネルギーが多いというようなことになっています。まあ、日本は、2011年の3月のいわゆる原子力発電所の事故があって以降、このエネルギー基本計画を見直すこととなりました。でこれはちょっと古いですが、総合資源エネルギー調査会、まあ、国のそういう、まあ、検討の委員会が、まあ、3月15日に行われた時の結果、まあ、これは毎日新聞のデータをちょっとここに貼らせてもらっています。で今ではよく、3つのシナリオで皆さん考えてみてください。原子力をゼロにしますか、 15% にしますか、20何%にしますかというのが出てますが、まあ、この時は、まあ、それをその3つのシナリオを作るための多分いろんな、なんでしょう、ヒアリングをしたような時期だったというふうに思います。これを見てみますと、まあ、いろんな人がいろんな提案をしています。一番上の人は、省電力をもっと努めて20から 30% 下げ、電力自体の供給を、まあ、もっともっともっと少なくしましょう、原子力はゼロにしましょう、再生エネルギーは、可能は50から60にしましょう、で火力は20から35にしましょうというようなことが、まあ、言われています。でここではちょっと同じ大学 この、例えば東京工業大学の先生ですと、省電力で 9%、 原子力は 18% ぐらいでしょう、で再生可能エネルギーは 23% ぐらいでしょう、火力は 34% いるでしょうというようなことを、まあ、2030年での、構成を見積もっています。で後から、廃棄物の、まあ、発電でどのぐらいできるでしょうということをお話しますが、その時に少し覚えてもらっておきたいのが、まあ、この数字です。全体で、まあ、だいたい今は、これ81万9900ギガワットアワー、これは日本全体、まあ、2030年で必要な多分電力というふうに、まあ、ここでやってもらえています。最近ではもう少し簡単にするために、100万とかいうような数字が出されたりしますが、まあ、大体このぐらいの数字が2030年には必要だと。そのうち例えばこの柏木先生という方の、ご意見をちょっと見てみると、まず省電力で 9% 下げましょうというので、まあ、0.91 かという、それからじゃあそのうちの再生可能エネルギーは 23% というふうに考えると、まあ、大体171605GWh が、まあ、再生可能エネルギーがこう、出す、電力のエネルギーになるだろうというふうに思います。で後で、お話しますが、この廃棄物からエネルギーを回収する、廃棄物から発電するというようなものをもし行うと、大体一番理想的なケースで、まあ、これの 10% ぐらいは補うことができる。まあこれ 10% かまあ、いうふうに皆さん思うかもしれませんが、これはやはりなかなか大きな数字だというふうに思います。ただ、まあ、ちょっと注意しないといけないのは、廃棄物は必ずしも全てが 100% 再生可能ではありません。いくらかは先ほど京都市の蘇生見たようにプラスチックがありますし、ある部分は中華油、生ごみとかいう部分はバイオマスと言われる再生可能な部分になります。それからまあこういう再生可能エネルギーを推進するためにこういう再生可能で作ったものを買い取る価格を今上げてこれから推進していくというようなことが今行われているということになります。これがちょうど7月1日から始まった新しいこの再生可能エネルギーを普及させる一つのシステムになります。まあ、そこでまあ現在じゃあこの一番注目されている電気エネルギー電源ですね、これがどのぐらいどこで発電できているかというようなことをちょっ と調べてみました。これは2007年から2011年まで出ています。上から水力、地熱、火力、原子力、風力と
太陽光、それから、まあ、この統計には何ですかプラス、私環境省の統計とか調べて家庭ごみでの、まあ、ごみ発電からどのぐらい出してるかというものを、調べてみました。まあ、そうしますと、まあ、この下の方の表を見てもらうと、この電力全体のうちの合計中のパーセンテージを示します。だいたい原発事故がないときは、火力がだいたい60ぐらい、原子力が、30ぐらいというところであります。残り 8% が水力、それから 0.27% あるいは 0.3% ぐらいが、地熱でありました。現在もゴミの家庭から発電する、その家庭から集めたゴミを使って発電するものは、まあ、0.8% 程度あるということになっています。で、今皆さんこう再生可能をどんどん推進していきましょうと言ってる、その風力とか太陽光というのは、こういうような数値です。現在急速に伸びていますが、例えば太陽光ですと2年前の10倍に増えているわけですが、それでもまだまだこの火力とか原子力に補うようなところまで全然至らないというのが実は現状であります。それからもう一つちょっと、注目してもらいたいのはこの設備利用率というものです。これはもともと例えば電力を生み出す機械がありますが、それのパワーをベースにしてどんだけ出しているかというものを、使って割り目を出したものです。これが最大認可出力に対してどれだけ出しているかというものの実績がこの設備利用率です。そう見てみると、やはりまあこれはやっぱ原子力が、設備利用率としては高い、これはベースでずっと動いているものでしたから、高いということになります。ですがやっぱり風力太陽光というのは結構出力があるといえども、どうしても太陽光だったら太陽が出ている時しかダメ、それから風力だと風が吹かないとダメということですから、やはり火力とかあるいは地熱なんかに比べると下がってしまうということになります。まあ、それから比べるとこの廃棄物から発電するというのは、まあほぼやり方としては火力と同じですから、火力と同等程度あるということで安定して電力を供給できるというようなシステムになっています。さてもう一個エネルギー問題と裏側の問題として忘れてもらいたくないのが、まあ、特に僕、まあ、環境工学の分野ですから地球温暖化の問題です。僕地球温暖化の問題 もう皆さんもすごくメジャーな問題ですから、皆さんもよく分かっているかと思います。まあ、IPCC のレポートではシナリオによって異なりますが 1.1 度から 6.4 度まで上昇するというようなことが考えられます。まあ、2100年、大体100年後、今から90年後ぐらいのことです。で、ここではちょっと次にお見せする図は、この A1B というシナリオで、まあ、大体3度ぐらい、平均で3度ぐらい上がったときのものを、ちょっとお見せします。これは2090年から2099年、まあ、大体90年、100年後という時のシナリオです。で、日本はここにあります。ですから日本はどのぐらい気温が上がるかというと、まあ、大体 2.5 から3度ぐらいかなというぐらいで、まあ、先ほどのシナリオからすると大体平均的な上がり方をするというようなことが考えられます。ところが地球全体では全然こう分布がいろいろと、特にこの極地方の方はこう紫色になっていて、大変温度が上がるということです。これは6度、6.5度、7度、まあ、こんだけ上がると今言われているその北極の氷が溶けるというようなことがどうしても生じてしまう。ですから地球の温度が 2,3 度上がると言ってもこれは地球上でかなり分布があって、やはりこういうたくさん上がるところではこれもとても大きな環境の変化が起きるということになります。まあ、これをちょっと忘れないでいただきましょうというふうに思います。まあ、がゆえにいろんな国がいろんな、まあ、利害関係があっていろんな調整をしなければならないということになります。まあ、そこでできるだけ地球温暖化を防止しようということで、社会は動いていっています。で、その中では低炭素社会というような言葉が出てきています。
これはイギリスが2003年のエネルギー白書、まあ、それの表紙がこちらの表紙ですけれども、まあ、ここでローカーボンエコノミーと低炭素経済というような言葉が使われました。これは二酸化炭素の排出を少なくする社会を目指しましょうというようなことが言われました。でそこから、このニコラス・ターンさんという方が、こういうような本、気候変動の経済学というような本を書きました。でここで非常に重要なことをこのスターンさんという方はおっしゃっています。今行動を起こせば気候変動の最悪の影響は避けることができる。行動しない場合は毎年 GDP の少なくとも 5%、 最悪の場合 20% に相当する被害を受ける。対策するコストは GDP の 1% 程度しかかからないということです。ですから今対策をすると将来のこうダメージを防ぐことができる。しかも今だったら 1% でいいというのであります。これと同じようなことを日本は過去に実は経験をしています。まあ、それが実は水俣病の話なんです。いわゆる公害を日本、非常にシビアな日本は公害を経験しました。その時も水俣病であれば、その時例えば対策費を1投じれば、将来の被害100を防ぐことができたのに、それができなかった。ですから日本はやはりこういうような経験を、もともとこの地球温暖化じゃありませんが、そういう経験をしているという国からすれば、やはりこの地球温暖化問題を真剣に取り組まねばならないということが言えるかと思います。それからこれ、今2050年で大体半分ぐらい減らしましょうというような話、あるいはもっと野心的な、目標であれば 80% 削減しましょうというようなことが言われていますが、それの科学的な根拠としては、一つは、上の、まあ、2、3度以下にするには、実現しうるパスとして大体半減しなければならないというような、まあ、社会的な側面、それから自然科学的にも、現在の自然二酸化炭素の吸収量が大体31億トンというふうに見積もられているので、これが大体均衡するぐらいまでいくには半分ぐらいまで落とさないといけないですよというようなことが言われています。ただ、まあ、これにはなかなかちょっと難しい問題があって、これをまあ国際的にこう話し合ってやっていかなければならないんですが、現在一番たくさん出している中国、あるいはアメリカ、まあ、インドといったような国が実は削減義務がないというようなことになっています。まあ、例えばお隣の韓国なんかは、まあ、日本よりは排出は少ないんですけれども、一人当たりの排出で言えば、まあ、日本をもう超えているというような状況ですから、まあ、この国際的な枠組みで、できるだけ次の地球温暖化の防止の話し合いをしていかなければならない。もうこういうところが入らないのであれば、なかなかやってもなかなか実効性がないというところが難しいところである。それから、まあ、こういう話をすると中国は、中国とか発展途上国は、よく、先進国はもうすでにあなたたちはいろんなエネルギーを使ってきたじゃないかというような話をします。まあ、ところが、まあ、よくよくこの累積の二酸化炭素の排出量を見てみると、実はそうではありません。産業革命以降の国別の累積二酸化炭素の排出量を見てみると、1番は、まあ、アメリカであります。2番が、これも排出義務が、排出削減義務がないロシア、まあ、ソ連である。3番目が実は中国である。まあ、中国はまだまだ1人当たりは少ないですけれども、人口がとても多いので、どうしてもこういうような数字になっています。それからドイツ、イギリス、それが日本ということになります。ですので、これも、必ずしもそういうような論理がこれから通るわけではなく、まあ、これからの皆さん、社会、これからの話なので、しっかりと国際的な枠組みを作っていかなければならないということがあります。じゃあ、まあ、ここからは本題に移りまして、廃棄物からいかにエネルギーを回収していくかというような話に移っていきます。でまず一番最初に、じゃあ日本で廃棄物をどんなふうに、どんなところでどんなふうに処理しているかということを見てみましょうということで、ここでちょっと示しています。やり方としては、焼却する、それから高速堆肥化、ちょっとこれ専門用語ですが、要は肥料にする、コンポスト、肥料にするというやり方、それから家畜の餌にする、飼料にする。これはまあちょっと粗大ごみですから、ちょっと違いますけど粗大ごみから、有機性の廃棄物から
を発酵させて、天然ガスと同じようなこうメタンを作ろうということ。それからリサイクルを行いましょうというような質問。それからゴミから、燃料になるゴミを燃料化しましょうというような。まあ、こういうような処理の施設があるわけですが、じゃあ日本はどこが一番多いかというと、ちょっとこのグラフを見てもらうと、下が 75% から100% になってます。ですから一番多いのは実はこの焼却をするというところが多くなっています。これは日本の、まあ、明治以降の、まあ、歴史的な背景から、公衆衛生を保つというような背景から焼却が多くなっているわけですが、やっぱり一番大きなところで何か考えないとすぐには効果が出ないということで、今日のお話は廃棄物からこの熱エネルギーを使って発電をしましょうというようなところをお話しさせていただきます。で、廃棄物焼却してエネルギーを回収するというときにどうやっていくのがいいかということで、一つはそういう施設をの技術を高度化していく。まあ、私自身はこういう研究をしているわけですが、できるだけ高効率に発電できるようにしましょうとか、ゴミ燃やして出てくる熱をできるだけたくさん回収するようにしましょうというようなことをやりましょうというようなやり方。これはやっぱり工学部的には技術を作っていきましょうとか、技術を開発していきましょうというところでは一番、イメージしやすいところである。そこからここからしたらちょっと工学部的というか、十分僕は工学部的だと思いますが、少しそういうようなハードなものを作るという話じゃなくて、ソフトな話です。今の社会のシステム、ゴミの焼却システムがポツポツといろんなところでありますが、それをどういうふうにちょっと連携をしていくとか集めていくとか、そういうことを考えるとどのぐらい効率が上がるでしょう。これからは単なる技術の高度化だけではもう難しい時代になってきますので、こういうようなソフトなところをちょっと見ていきましょうというようなことを考えています。一つは、ゴミの収集する範囲を広くして、でそうすると大きな施設を作れる。で大きな施設を作れると熱の回収するときにロスが少なくなるので、やはり発電効率が上がります。ですので、そういうことをもし考えれたらどのぐらいパワーがあるでしょうというようなことを、考えてみました。それから何も実は先ほどちょっとお見せしましたが、他にも技術があります。特にこのメタン発酵する天然ガスの材料みたいなものを作るというような技術、こういうものとうまく組み合わせることで、得意な焼却が得意なところと他の技術が得意なところをうまく組み合わせることで、なんとか全体の効率を上げれないでしょう。それから他の、インフラ、他の施設、あるいは他の、基盤的なものとの、連携を図ってみようではないでしょうか。一つはゴミを燃やすということはまず熱が出てくるわけですから、熱をもうちょっとうまく利用できないでしょう。熱を使いたいところがいっぱいあるでしょうというようなことを考えてみましょう。それから、廃棄物の処理施設というと社会の中ではどちらかというと静脈系になるわけですが、そういうものと他にも静脈系のものがあって、下水の処理というのはやはり同じように、水をきれいにするには重要なことですが、同じようなやっぱり静脈系の施設なので、こういうところと連携をしてみたらどうだろうというようなことを考えている。そういう時にどのぐらいエネルギーの回収率が上がるかということをちょっと考えてみたのでお話をしたいというふうに思います。じゃあ今日の一番の基本にあるゴミ焼却炉って、もう一回これ皆さん大体小学校4年ぐらいで一回社会見学で行ってると思いますが、ちょっとおさらいをしておきたいというふうに思います。ここに皆さんの家庭から集められるゴミのパッカー車があります。家庭からゴミを集めてきて、ゴミをこういう集める、貯留するようなところに一旦貯留します。そこからクレーンで、掴んで、でゴミを燃やす炉の中に入れていく。でこの炉の中でゴミを適切に燃やして、燃やすということは熱が出てきますので、ここで熱を回収する。熱を回収するというのはちょっと先に行きますが、皆さん
ちょっとページで言うと先に言いますが、ゴミを、回収するというのはゴミから燃焼熱を使ってここで水を蒸気に変えます。要は、皆さんもコンロで、夜間を沸騰させると、蒸気が出てきます。ああいうような状態にして水を蒸気のエネルギーに変えて、その蒸気、夜間から沸騰してきたら蒸気が出てきますが、そういうもので、羽車を回すと、それで、まあ、発電ができる。そういうのが、まあ、簡単なというか原理で発電をしている。で、終わった蒸気をもう一回水に返して、でまたそれを温め、まあ、ここで温めて蒸気に返して、こんなぐる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 した、ループを、やっているということで発電をしています。ですので、ここで集めた、まあ、蒸気をこちらの蒸気タービンで回して、それをもう一回水に戻して、また戻していくというようなことをやります。で、その後こうゴミを燃やすと、例えばカーボンが CO2 になるように排ガスが出てきます。で、これを、まあ、きれいにしないと汚い排ガスが煙突から出すわけにはいきませんので、これをダイオキシンが生成しないような、ように、まあ、処理をしている。これは京都市の東北部にある施設ですが、ガストを取る施設、装置、それから酸性ガス HCL や硫黄酸化物というような酸性分をもたらすようなガスを取るための、装置、それからダイオキシンや水銀なんかの悪い物質を吸着するような装置、で最後にまた酸性物質で、窒素酸化物というような物質を外に出さないために分解する装置、まあ、こういうような装置を使って排ガスをきれいにして最終的には煙突から出ているというようなことで、このゴミ焼却炉は、成り立っています。これ見ていただいても分かるように、本来ゴミを燃やすための施設でありますが、3分の2以上がもう排ガス処理のところに使われているというのが今の日本の、典型的な焼却炉です。それだけ環境負荷を出さないというようなことが一番考えられていることになっています。まあ、ですので焼却のメリットデメリットを見てみると、当然この腐敗を防いで衛生的な処理ができる、まあ、物を燃やすわけですから、そういうものである。ただ原料化原料化ができて、埋め立て地を、まあ、少なくできるというような、まあ、こういうのがメリットとして挙げられますが、デメリットとしてはこのダイオキシンの問題なんかが挙げられて、こういうような懸念がということから、皆さんに、まあ、どちらかというと嫌われているような施設ですが、今述べたようにこの焼却炉というのはだいぶ進化してきてですね、ダイオキシンの問題というのも今まで10年ちょっと前に比べると、もう今や 95% 以上削減しているというような状況になっていますので、かなり安全性が高い焼却炉のシステムに現在になっています。まあ、そういうところでゴミを発電するというようなことをするわけですが、まあ、それにはいろんなまたメリットがあります。まあ、一つはゴミは燃やすもの、プラスチックはこの化石燃料から使っているものですけども、他の家庭系のゴミなんかはこれは、バイオマスと言われるものですので、そこから CO2 が出てもそれをもう一回木とか草が吸収してくれる。ですのでこれを使って燃やしても、これはもう一回ぐる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 回るということで、カーボンニュートラルというような言い方をします。要は大気中のカーボン CO2 を増やさない、ぐるぐる回っていくものだというようなものになります。ですのでそれは大丈夫。それからゴミ発電は24時間安定した電力である。それから今でもすでに原発1基分相当の発電をしている。もうちょっと言ってみれば原発2基に近いぐらいの相当の発電をしているということが言えるかと思います。それから、まあ、福島でも問題になりましたが、福島で電力を作って東京に、電力を送電している。ところがゴミの場合はゴミを発生しているのは主には都市部であって、電力が必要なところも都市部ですから、これは地産地消の電力であるエネルギーであるということが言えます。しかもですね、今現在バイオマスで発電すると言っていますけれども、まあ、その中で実際に、働いているのは実はこの一般廃棄物の施設と産業廃棄物の施設である。
ということから、ここに注目するのが一番いいだろうというふうに思われています。まあ、これ実はもしかしたら日本の特殊な事情じゃないかと思われる方がいるかもしれませんが、実はそうではありません。これはまあ EU の諸国と日本における焼却率の変化です。日本では8割ほどが焼却されているというようなことになってますが、まあ、ヨーロッパはもちろんそれよりはちょっと低いんですけれども、2000年と2010年を比べていくと、例えばこのノルウェーあるいはドイツと言われているところでは、例えば 15% あるいは 20% であったものが10年後には 40% あるいは 50% まで増える。もちろん減っている国もちょっとあるんですけれども、多くの国は平均しては増えているということになります。これはまあ EU の国は地球温暖化の問題から有機物を埋め立てするとメタンが出る、それをやめましょうということから、じゃあそういう有機物はある程度燃やしてエネルギーを回収しましょうというようなことを、に言っています。もちろんリサイクルも進んでいますが、幾分そういうような動きがあって焼却も進んでいるというようなことになっています。じゃ あの日本の今のちょっと現状を見ると廃棄物の発電の施設というのは、実はこのようなことになっています。これは施設の規模で、99トン100トンから199トン、まあ、ちょっと、どちらかというと小さい目の施設というところでは実は施設数は多いんですけれども、発電しているところが少ないということを示しています。大きな規模になればなるほど発電しているということが言えます。まあ、これはやはり施設に対して先ほどのタービンとか発電機器を置くこと自体がやはりコストが高いので、大きいところでないとなかなか置きにくいということ、そういうコスト面、それから小さいところは24時間運転しないところもありますから、まあ、そういうところでは安定して電力が作れないから、まあ、というようなことになります。じゃあ実際にどうやっていくかということで、個別技術を効率化していくという方では、実はもう20年前ぐらいからこういう動きが実はありました。ですので現在面々とこういう発電効率 30% を目指したような研究開発が行われてきています。それでもまあなかなか材質的にいろんな難しい問題があって、現在 30% まではいってませんが、大きな施設ですと 25-6% ぐらいまではいけるような実力を持つようになっています。これは近畿でいうと一番最近で建てた大阪市のプラントですが、ここではまあ 20% を超える発電効率を持っています。まあ、ここはもうちょっと詳しくは言いませんが、こういうようないろんな技術があって、高度化ができている。でそういうような技術を使っていくとどこまでいけるでしょうかというようなことを計算しますと、まあ、現在例えば 15% ぐらいの施設を改良し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 ていくと、まあ、現在の技術ではだいたい 22% ぐらい、まあ、将来頑張っていろんな技術を開発すれば 26% ぐらいいけるだろうということが、まあ、計算されます。まあ、これはちょっと私の計算で計算してみた結果です。でそこでじゃあ将来本当に発電効率大体 22% ぐらいの施設ができたとすると、どのぐらい、この廃棄物発電はポテンシャルがあるでしょうか。いやもっと 26% ぐらいまで究極にいけた場合はどのぐらいになるでしょうか。 26% というのは EU ではすでに存在しているような発電効率、それから現在そのゴミ発電がついている施設で燃やしている量が大体2400万トンぐらいですが、それをもっと発電付きのところをケアして3100万トンぐらいにしてみましょうというようなこと、まあ、ゴミの量自体は全然変わりませんが、できるだけ大きな施設にちょっと持っていくとどこまでいけるでしょうというようなことを計算してみました。まあ、そうした結果がこのケース 1,2,3 です。ゴミの量はこう言ってる通りで、ケース3になったらちょっと上がって、発電効率は 22%、26%、26%、まあ、現状が残念ながら 12% 程度ですので、原発1基分ぐらいの電力、まあ、1基分ちょっとの電力を算出しているというのが現在です。まあ、それですが、発電効率が上がるともちろん2倍近くになれば2倍に上がり、それよりも上がれば 2.5倍ぐらいに上がる、それから最終的には3倍近くに上がるということが分かります。
まあ、そうすると下注目していただきたいんですが、この福島第一原発の平成21年度しっかりと動いてた時代の実績がだいたい 19,571 ということですから、このごみ発電というのはだいたい原発4基分ぐらい理想的なケースではポテンシャルがあるということが言えます。さらに、まあ、現在今話したところは皆さんの家庭から出てくるごみです。ですが産業廃棄物、他の工場から出てくるごみもまだまだ実はあって、実は少しは発電もしています。これが燃やしている量としては先ほどの2300万トンとだいたい匹敵するぐらいの量です。ですのでこのあたりをもう少し力を入れていくと、さらに原発6基とかですね、そのぐらいのパワーを廃棄物発電で持つことができるということが言えるようになるというふうに思います。じゃあここからちょっと残りの時間ですが、もう少しハードな話じゃなくてソフトで社会システムとしてやっていったらどうなるか。今日は多くの人が近畿から来ているというふうに聞いてますけれども、じゃあ近畿全体でちょっと考えてみましょう。最近はまあ橋本市長が言っているようにこの広域連合という話もありますので、ちょうど近畿全体で考えてみたらどうなるかというようなことを考えてみました。特にですね、ヨーロッパは 26% の施設もありますよというのは、一つは規模の違いなんです。ヨーロッパは規模がやっぱり3倍ぐらい大きいところで集約してこういう発電をやっているというのが大きなところの特徴です。日本は今現在平均すると150トンぐらいというようなレベルですから、それをまあ500トンぐらい欧州並みにするとしたら施設数も減って、もう少し発電も上がるというようなことが考えられます。じゃあそれを近畿に当てはめてみました。現在近畿である焼却炉の施設数がこの177施設で、ケース1っていうのは個別技術を高度化して177施設をそれぞれ高度化していった場合の計算である。でケース2っていうのはいやいやそうじゃなくて、このぐらい500トンぐらいの施設に集約をしてしまおうで高度化しようというようなことをやった場合にどのぐらい電力に差があるかということを計算しました。例えばこの近畿で考えると、この同じ色でこう分けているところが一つのもう収集区域になります。ここで一つの焼却炉、例えば琵琶湖の西側で見てみると、大津市のところに一個、焼却炉大きなのを持っている。で今ある他の市町村のあるそれぞれの焼却施設のところはもうゴミの中継基地、収集するのは広い範囲なので中継をして持っていくというような基地にしましょうというようなことをもし考えてみたらどうなるかという。でそうすると、まあ、現在の発電量がこの1655ギガワットアワーパーネルでありますが、それぞれの施設をその177のまま高度化すると、まあ、2717もちろん上がるわけですが、これを高度化しつつ集約してやるとやっぱりこれが倍になるということで、やはりこの広域化というのは一つの、これから廃棄物からエネルギー回収していくときの一つのキーワードになるんじゃないかというふうに思います。ただなかなかこの広域化というのは皆さんの市町村をこういろいろと皆さんをこう説得して社会的には合意を形成してやっていかないといけないので、なかなか難しい話であるのは事実であります。それから今度は熱をもうちょっと利用していきましょう。もともとゴミを燃やしたら熱が出てくるわけですから、熱をそのまま利用できればそれの方が効率がいいです。というのは熱を利用してもう一回電気エネルギーに変えてるんですから 20% 程度、 25% ぐらいしか使えない。でも熱のまま利用できると 70% 利用が可能です。ところが熱は残念ながら電気は作ったら割とロスなく皆さんの場合は送れますが、熱はまあ冷めていきますのでどうしても距離の制限を受けます。ですが、まあ、ある地域でなんか熱をうまく使えるところがあるならば、そのところではところどころではうまく使えるはずです。そういうこともこれから考えていかなければならないでしょうということで、それを考えてみました。というのもですね、実はヨーロッパはのところをやっぱ見てみると、ヨーロッパでもゴミ1トンから電力を、まあ、350ほど出した。
日本もまあ300ほど、まあ、今だったらこれに近いぐらい出しているということですから、1トンのゴミから出す電力というのはそれほど変わらない。ですがヨーロッパはそれ以上に実は熱としての利用をしている。1トンのゴミからですから、このところをもうちょっと考えないといけないというふうに思います。で、地域に熱を送って熱をまず利用しているところの海外の事例をここに示していますが、まあ、どうしてもやっぱり寒い地域、北欧ですね、デンマーク、フィンランド、スウェーデンというところは、そういうものをうまく利用しています。もともと寒いですので、もともとそういうお湯を使う、お湯を地域で使おうというようなもともと発想があって、もともとそういうような社会の設備があるというのが一つは非常に大きいところですが、現在そういうような地域熱教育の普及率が40、50、60、そういうところに行ってます。しかもその熱源は何ですかというと、なんかどっかでこれはゴミに限ってるわけですじゃないですけども、なんかでやった発電の排熱、熱出してるところ、それからゴミの燃やした後の熱を使っているというのはとても高くなっています。残念ながら日本は普及率は熱教育では 1.2% しかありませんし、こういう排熱を使っているのは 15% しかありません。お隣の韓国でも 8% を使って排熱は 84%、 これもうちょっと日本使える余地があるんじゃないかというふうに思います。まあ、パリなんかでも、通常 の、 その熱を出すボイラー、熱を出す施設とともにこのゴミマークのところをうまく使って、このパリのこのセーヌ川、パリ市内ですね、そういうところに熱を供給しているというようなことが行われています。それから熱をうまく別のところで使うということは、実は都市部のヒートアイランドを緩和するというような効果もあります。人工的な排熱をこう煙突とかいろんなところから出しているのをやめて皆さんのところで使うということをやることによって、緩和されます。まあ、今日もとてもとても暑いですけれども、これは東京の例ですけども、2000年から2004年、30度を超える延べ平均時間が現在では400時間を超えるようなところがありますが、昔は200時間以下だった。これはやはりヒートアイランドが影響しますので、こういうことを緩和できるというような効果もあります。まあ、そこで、まあ、単純に、こういうようなことを、考えてみました。ゴミの焼却施設から、出てる熱を所外で使ってみよう。しかも、いきなり皆さんの場で呼ぶのはちょっと難しいので、すでに地域冷暖房プランといって、例えば東京の霞が関なんかだとあるビルをの電力を作りした熱も冷暖房をするために自分のところで、こういう熱源上、ガスとかを使って、電気を作って、あるいは冷暖房をしているというところがあります。京都だったら大池の地下街であります。まあ、大阪でも、中之島とかですね、そういうところであります。そういうところに、うまくつなげて供給してみるとどうなるでしょうか。日本全国全てがそういうところがあるわけであります。ですので、しかも熱は先ほど言ったようにどんどん冷めていきますから、必ずしも、うまく使えるわけでもありません。ですので、そういうのがマッチする、清掃工場とそういう地域熱供給のところがマッチするところがどのぐらいあるでしょうかというのをまず調べてみると、だいたい5キロ以内だったと思いますが、そういう熱供給やってるところが38地区で、清掃工場でいうと59施設が関与しているところで、そういうことが、ちょっと頑張ればできそうですねというところがあります。まあ、そうすると人工排熱が、まあ、削減できます。だいたいゴミの焼却の 2.3%、まあ、大したことない 2.3% が大したことないなと思われるかもしれませんが、まあ、ちょっとでも減らすことができる。で、 CO2 ももちろん減らすことができるというなことがあります。まあ、我々関西に住んでますから、関西で有望な場所というようなところでは、まあ、大阪の、港工場というところの周辺、それから神戸はポートアイランド周辺等で、あります。それから関西空港の近辺、それから吹田、西宮社地、まあ、こういうところで、もし導入できれば、 CO2 の削減量も、この熱供給の中で言われている中の、まあ、25% ぐらいが
関西で減らせることができる。まあ、いずれにしても、まあ、少し、ボリューム感としては小さいかもしれませんが、これからこういうことをうまく利用できないというようなことは考えられます。じゃあ、まあ、作用の一つのキーワードですが、施設を共同化、複合化していくということで、他の技術、メタンハットというような技術を使って、焼却と組み合わせる、あるいは、ゴミの焼却施設と下水処理施設をこれから連携させていくと、社会システムとしてどのくらい減らしていけるか、エネルギーを削減できるか、あるいはエネルギーを回収できるということを、ちょっと考えてみました。まずメタン発酵ってどういうものなのかというと、この下水汚泥であるとか、皆さんの家庭から出る生ゴミとか、あるいは、こういう牛とか豚とかから出る糞ですね、畜産廃棄物、まあ、こういうようなバイオマスをこう発酵させると、このメタンガスが出てきます。でメタンガスはまあ天然ガスと同じようなものですから、これをエネルギー利用、していきましょう。でこれはこういうバイオマスを微生物の力を使って発酵させる、まあ、お酒を発酵させるわけではないですけど、発酵させるという意味では同じですが、そういうような技術ですから、少し焼却で熱をかけるという技術とはちょっと違います。ですがこういう技術をうまく組み合わせて考えていきましょう。まあ、すでに下水処理場ではこういうメタン発酵をするような施設が300箇所も入っています。ですからそういう意味ではこういうところと連携を考えていきましょう。でそういうことをすると、こういうところから出てくるガスはどういうところに使えるかというと、この、天然ガス自動車みたいな自動車を走らせることができます、それから都市ガスの原料にもできます。それからそれ自身で発電をして電力を生み出すこともできます、ちょうどこれは神戸市さんで現在、現在行われているように、実験的に行われているように、現在実際にもバスは走り、それから実際に大阪ガスの、ガスのところに実際にもう注入をしているようなことが始まっています。ですので、まあ、こういうのを今は先端的にこの神戸市のところがやってますが、こういうことを徐々に広げていくというのが、考えです。でこれを、まあ、焼却なんかと組み合わせていくとどうなるか。ですので、家庭から出るゴミをまあ、収集してそれをまあ生ゴミとかだったらメタン発酵に回して、どうしてもこいつは排水が出てくるので排水は処理しないといけませんし、ここからメタン発酵終わった後の固形分もどうしても出てくるので、これはまあ焼却に面倒を見てもらいましょう。まあこういうようなちょっと連携したシステムを考えていくと、まあエネルギー消費量の面から見るとちょっとこれ結果でもあまり何を示しているのかよくわからないかもしれませんが、連携をしていくと、まあ、エネルギー消費量では今までのシステムよりは最大4割程度このエネルギーの消費量が改善される。逆に言えばエネルギー消費しないということは回収しているというようなことができるということが、まあ、試算されます。これは、まあ、非常の計算なので現実には少し難しいところはあるかもしれませんが、計算上はこういうことができるということがあります。また先ほども言いましたが、トンプンとかいろんなバイオマスをこういうものが受け入れることができますので、もっと広い施設の中でこういうものが運用されるということも考えられます。で最後、まあこれは下水処理システムと廃棄物の処理システムをこう融合させていくと、まあ、どのぐらいの効果があるだろうということを考えてもみています。というのはどうしてもこのメタン発酵を入れると、こういう有機性の廃棄物からガスとしてメタンを取り出すわけですが、どうしても排水も出てしまう。これの処理がなかなか、まあ、難しいこともあって、今はどちらかというと下水処理場にくっついているというのが多いです。ですのでこの関係をこう3つでうまく回せるようにしよう。そうするとこのメタン発酵というのはだいたい我々の体温と同じぐらい37度ぐらい、あるいはもう少し高速にやろうと思うと55度ぐらい温度があります。そうすると焼却では熱持っているわけですから、これがうまく使えるでしょう。メタン発酵から排水は下水処理に処理してもらうでしょう。下水から言えば下水の汚泥はこっち側で処理してもらうでしょう。ですから下水処理には電力を使いますから、ここから電力を供給することができるでしょう。ということで、まあ、これらをうまく組み合わせていくと、
まあ、これ日本の場合はちょっと実はあまり思ったほど、まあ、僕の計算では大きくはないんですが、そういうようなことをすると、まあ、15% 程度は、エネルギーの消費量は改善する。ただこれは3つの施設を合わせた、施設の改善ですので、総量としてはかなり大きくになると。パーセンテージとしては 15% 程度ですので、それほど大きくありませんが、これからこういうことも考えていかなければならないというふうに思います。では、まあ、最後にちょっと今日のお話をまとめますと、まあ、やはり廃棄物ですから、これはまずは適正に処理するということは考えなければならないです。それから環境負荷を低減するということも基本です。これは絶対的な基本であります。まあ、しかし、まあ、できる限り資源化して、まあ、残ったゴミをより組成に基づいて合理的な方法により処理している。例えばバイオマスだったらバイオマスに合うように、それの他だったら他に合うような処理をしていく必要がある。それから最初の方でもゴミの現状あるいは焼却の現状を示してきましたが、まあ、皆さんの今までの努力、これからも努力していかないといけませんが、次が推進してきて、それがだんだん実施されてきていいような、こういう意味ではいいような社会になってきて、それから大学史の昨年もどん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 実行されて、これは同時に達成できてきている。こういう中でこれからはエネルギー回収をこれからはより考えていかなければならない。特に日本はこういう原子力発電所の事故があって、エネルギーの問題というのは非常に今注目されているわけですから、ここを、これからこういう廃棄物の分野も考えていかなければならないということになります。まあ、今日のお話を聞いてもらって、少しでも、こういうような、まあ、廃棄物のところからエネルギーを回収するというところに興味を持ってもらえたらありがたいと思います。それでは私の、今日のお話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。高岡先生どうもありがとうございました。それではただいまの方について質問をお受けしたいと思いますが、質問のある方は挙手お願いします。現在そのテレビつけたニュースを見ればこういうエネルギー問題ということがテレビで扱われてますけど、多分いろんな高校生の皆さんも、ね、考えていらっしゃると思うんですけど、何かありませんかね。みんな社員なんですかね。そうですね、皆さん多分比較的一番身近というかですね、必ず皆さんもまあ、ゴミは出すわけですから、何らか、まあ、思ってるとかですね、普段実践してもらってることもたくさんあると思うんですけど、まあ、その中の疑問でも今日の話じゃなくてもいいんですけど、私から桜の質問ですけど、そのエネルギーの日将来像を話してね、はい、今日は話し合ってたと思うんですけど、最近私に太陽光、はい、風力というのをどんどん増やさなきゃいけない話がよくありますよね。評論家の人がいっぱいって言ってますけど、はい、でも今日のお話だとあれは何歩頑張ってもやっぱり高としてはやっぱり知れてるというか限界があると。そうですね、今の状況の日本の、中では もっとものすごく急速に普及していかないと、そのなかなかその匹敵するようなところまでいかないということと、それからどうしてもこう風が吹いてる時とか太陽が出てるときしかダメですから、この非常にこの何でしょうか、波がありますので、それをこう吸収して皆さんの家庭に何ですか、安定した電力を送るというのはなかなか難しい。いわゆる導入には必ず限りがあるというふうに私は思います。ですので、まあ、それを担うのが、今の原子力なのか、まあ、火力でも今注目されているようなシェールガスとかですね、まあ、いろんな方策はあると思いますけれども、まあ、その中で一つ皆さんが出すゴミもやはり、その一つのエネルギー源として考えてもらえるというふうに思います。今日のお話だと将来的にゴミ その使った発電の、はいはい、将来性としては今日本である使っている火力ぐらい、日本で利用している火力ぐらいは将来的にいけそうという。いや、火力まではとてもいけませんけれども、まあ、再生可能エネルギーが、まあ、その太陽光、風力とかの一辺倒ではなくて、やっぱりこういう地道なエネルギーももう少し、見てもらって、あるいはもう少し、すでに、まあ、そういう意味では
太陽光とか風力は今から投資をして今から作るわけですが、まあ、ゴミの処分施設はもうすでにまああってそれを改造すればある程度のところまでいけるということになるわけですから、そういうところをもう少し、考えてもらいたいと、まあ、国も考えてはいるんですがなかなか地味なものでいかがないというのが一つのところであります。本当に何でもいいですけども素朴な疑問でいいですけど質問はありませんか。あ、じゃあここでお話を伺っている限りだとエネルギーゴミを処理した際に、出てくる処理の方法の一つとしてメタンを発生させて、はい、それをまたエネルギーとして使うっていうのをおっしゃってたんですけど、はい、それって結局そのエネルギーその、まあ、エネルギーとして使うことはできるけどそのメタンをエネルギーとして使うってことは結局発生する CO2 っていうのはゴミを焼却した時とそんなに結局エネルギーとして使ってるってだけであって発生する CO2 っていうのは焼却した時と変わらないんでしょうか。そうですね、その辺が、ですね、まず一つ例えばこの紙ですね。紙は、まあ、木からできてるわけですね。でこれを燃やしても、もう一個 CO2 になりますね。で CO2 になりますがこの CO2 はもう一回木が吸収してくれるというような考え方をします。こういうものがバイオマスと言われるんです。ですのでこれを、まあ、これを生物微生物で分解してメタン発酵してガスとして使う。これでも例えばこれを焼却して、CO2 になりますがその時に熱を使う。これどっちを使ってもこれは両方とも CO2 の増加にはカウントされません。ところが、まあ、プラスチックなんかはこれは長い年月を経て、まあ、石炭になり石油になったものを地下から組み上げてきてそれを今我々享受して使っている。でこれはあまりにサイクルが長いわけですね。でだからこの化石燃料はこれから出るものは CO2 としてカウント。だからこういう生物資源でできているものは CO2 としてカウントしないということです。なので実はこの今ちょっと重要してもらっているのは一つのものをメタン発酵にするか焼却にするかでどっちかで、まあ、エネルギーはどっちかに変換しているわけです。だからどっちの変換の仕方がまあいいかというようなことで、それはまあ状況によっていろんなものによってなんかやりにくいものだったらもう焼却した方がいいし例えば生物が分解しやすいものだったらもう生物の方に持っていったらいいし、まあ、そういうことをこれからいろいろ考えていってそれぞれに合った技術をまた開発していくということをやっていかないといけないと思います。すみません、高校生ではないんです、はい、有料な、システムだということは分かるんですがなかなか進まないという理由としてですね、まあ、一つはその、ある一定の単位の電力を生むときのコストが他に比べて高いから進まないのかそれともゴミ焼却の場合は当然ながら行政の関係がありますから、いわゆる財政の問題ですよね。国はじめ地方自治体も含めて大体よく悪いというのでなかなかその辺の新しいシステムを作るのが難しい。その二面性両方ともが問題なのかそれともどっちかが問題なのかそのあたりがちょっと教えてください。そうですね、まあ、両方とも問題だと思いますが一つはやはり普及をしないのは今少し変わりつつあるのは再生可能エネルギーの買い取るお金を少し上げるようになりましたけれども電力を今電力会社が実は買い取ってくれているお金が非常に低いです。だこのあたりをこう上げてもらうと、より、まあ、自治体は、助かるわけですからよりもっと発電しようというようなことになるかもしれない。ただこれがあまりコストが、安いとやっぱりそれをやるインセンティブが働きませんので、そういうところを改善しなければならないというところがあります。ただこれやっぱり基本は自治体の行政で皆さんのゴミを処理するというのが第一の基本でありますからこれまた税金が入ってやってる話でありまして発電事業ではないんです。だからそこが、もう少し、整理されるとですね、まあ、もっともっと、
発電していく、あるいはもう民間が入ってきて民間がもっと発電効率の高いものを作って買い取って事業性が成り立つようなものができればもっと進むようなことになるというふうに思います。ですので、やっぱりそこはちょっと中途半端というかですね、両方の側面があって、必ずしも発電だけで一辺倒にはいけないというようなところは、それでやっぱ環境負荷を下げないといけないので、どうしても先ほどお見せしたようにダイオキシンを下げないといけないので、あれだけの排ガス処理をしないと、そうするとあんまりあれだけしすぎると発電には良くないんですね。あんなところでエネルギーを使うわけですから。ですからそういうところとの今後はまあリスクのこう関係をどう考えていくかというところも、これから我々研究していかなきゃいけないというところです。よろしいでしょうか。他にありませんか。せっかくの機会ですから、よろしいでしょうか。そしたら高岡先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。